はい、おはようございます。ただいま8時45分ゆっくりと歩き始めました。今日はね、酒田のビジネスホテルから酒田のビジネスホテルに約5キロの移動だけなので、本当にのんびり歩いております。山井倉庫って読むのかな、なんて読むかちょっとわからないんですけど、来てみました。南に進みます。三峡倉庫と読むそうです。ちょっと渡ってみます。木製の橋なのかな。郊外船だそうです。おお、結構でかいんですね。こんな日もありました。国の細道、なんて読んだかわかんないんですけど、玉子大宮三郎兵各跡だそうです。旧本間邸だそうです。東に進みます。中には今回は入りません。酒田の街中のようです。酒田の駅到着しました。
今日のホテルはこんな感じ。前回も泊まったホテルです。快適だったのでまた同じホテルにしました。今日の夕食はこれ、鮭とか昆布、柚子白菜、トマト、おにぎり。昼間結構いっぱい食べちゃったんで夜は軽めです。はい、今日は酒田観光をして結局13キロ歩きました。そして酒田をちょっと拠点にして3連泊をすることにしました。明日は福良まで行く予定です。まあ多分雨でしょうけど、まあ距離的には18キロなので大したことないです。で電車で戻ってきて酒田に泊まって、次の日は電車で福良まで行って、そこから象潟までまた歩いて、象潟から電車で戻ってこようと思います。多分雨でしょうけどね、まあしょうがない、行こう。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。